い、毎日学習会の林です。合格者の北山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの、まあ、早稲田大学 の、 あのファクト入試の話をちょっとできればなと思います。人間科学部ですね、あのファクト、まあ、公募制学校推薦入学試験ということで、あのこれ本当めんどくさいんですよ。あのファクト入試ってなんかこう要項とか見てても分かる、あとでちょっと要項の部分も取りますけど、本当に要項とか提出のこう事前レポートとかも全てが猛烈にめんどくさいんですけれども、ただ逆にそのだからこそなんて言うんだろう、割とこう合格できる余地があるっていうところはあって、その大学のその英語入試、まあ、あの海外就学者とかその含めてですけど推薦とか全般的に見てて、まあ、面倒くささの種類っていうのは3つあるんですよね。一つはあの、まあ、ファクト入試みたいにこうあの大学側から出されている課題がものすごく面倒くさいもの、これは例えば明治大学の、まあ、あれですね、あの明治大学の例えば理系 の、 あの AO とかもそうですけど、もともとの例えば物理のレポートとか の、 あの事前提出課題とかがあって、それがめちゃくちゃ面倒くさい、もうあの大学側から用意されているものが もうものすごく面倒くさいっていうのがまず一つ。もう一つは SSC とか筑波の AC みたいな感じで、 SSC の AO とか筑波の AC みたいな感じで自分で考えて出すものがものすごく面倒くさい大学。あとはまあ他の例えば早稲田とか慶応とか上智とかの、まあ、あのちょっと法学フィットなんかどちらかというと慶応の SFC とか筑波の AC に近いと思いますけど、それ以外の例えば文学部の実習応募とかああいうところみたいな、要はその試験だったりとか、あとその、まあ、上智の公募とかもそうですけど、その試験受ける前の英語の検定試験とか、これは早稲田の外国人入試もそうですけど、そういうのがめんどくさいところ、まあ事前の準備、そのスコアとかいわゆる、なんだっけ、スペックを整えなきゃいけないのが難しいところとっていう形で3つあるんですけど、まあ、ファクト入試の場合はあのもう典型的なこう大学側から出される課題がものすごくめんどくさいっていうものなので、まあ、どういうふうな形でやっていくかっていうところをちょっとお話しできればなと思います。問題そのものが難しいもんね。なんかこうちょっとさ、全然なんかサーブリックの記号体系とかって書いてあってさ、なんかあのなんだろう、このサーブリックの記号体系っていうものすごいこう複雑な記号に合わせて表を作んなきゃいけないとか、そのサーブリック記号っていうのもなんかここで問題見るときに初めて出てくるんですよ。で、あとはそうですね、こう教授との会話とかがあって、で新しいアルゴリズムを作れとかさ、あとそのアルゴリズムのその考え方を説明しろとかさ、本当に。で多分この手の問題をやったことがある人ってほとんどいないと思うんですよね。あのだって多分こんなん見たの初めて見たでしょ。初めて見ました。アルゴリズムのやり方をどうこうとか、まあ、あの例えば SFC で情報入試とかで受ける人だったらやったことがあるかなっていうふうに思うんですけど、多分それ以外の人でこうやったことがある人ってほとんどいないと思うんですね。で、それをやっぱりやんなきゃいけないので、まあ、非常にこう難しいんですけど、ただ逆にいいのはそのめんどくさい入試っていうのは、大体このファクトのやつもそうですけど、見た瞬間うわめんどくさって思うじゃないですか。だから受ける人がそのなんだろう、まあ少なくともこれをね本気出して受けるって人は実はそんなに多くないです。まあなんか学校の先生に勧められたからとか、とりあえず受けようかって人はいるはずなんですけど、やってる途中で多分すごくボロボロ脱落者が出るはずなんです。その事前提出課題をちゃんと真面目に作ってないとか、あとはこの問題冊子読んだ時も難しくて全然解けないとか、こうボロボロ落ちてくる人がある程度いるはずなんで、その出願できる要件をちゃんとあの満たしていれば、結構このファクトっていうのはあれなんですよね、割とそうなんだけど、普通例えば内申とかはある程度取れてるけど、例えば早慶プレとかで早稲田とか受けようと思っても全然もう晩年いい判定みたいな感じで全然いい成績取れませんとかっていう人でも、ファクトを頑張るっていうのはかなりこう可能性があるんですよね。こう合格できる可能性が高くなってくる。なので結構ファクトに関しては正直かなりこう熱心にやってみる価値はあるかなっていうふうに思うんですよね。
なんかこう、めんどくさい、まあ基本的に AO って全般的にめんどくさいと思うんですけど、こうめんどくさいことをやってすごいこう報われたなっていうふうに思った自分なりのこう経験とかって何かあります？やっぱりトーフルですね。トーフル、トーフルはまあめんどくさいよね。めんどくさいです、ね、うん、だってもう全技能あるしね、うん、で自分なりにこうそれが報われたなと思った瞬間ってどっかありました？入試の時。まず他の子たちに比べて点数があるっていうのもいい点だし、うんうんうん、まあ、自信になりますよね。自信になります。余裕になる、はい、そうそうそう。なので別な勉強に励むこともできるし、うん、なんか頑張ろう。結構多分 AO の時によくありがちな心の迷いっていうところで言うと、なんかこんな勉強してて本当にいいのかなとかって思っちゃう時絶対来るんですよ、まあ、特に日本の学校で普通に周りの友達がその一般入試の勉強してる時に AO の勉強してるのって本当にそうだと思って、周りの友達がなんか数学とか科学とかいろいろやってる時になんか自分だけ AO の書類作ってると、自分は本当にこんなことをしていいんだろうかっていうこととの戦いだと思うんですよね。それがある程度例えばトフルとかがあって全部ダメだとしても SFC 英語と小論文でいけるとかっていうのがあればさ、結構それって心の余裕になると思うんですよ。なります、ね、とかあとその、うん、それがまず一つ多分考え方としてあるのと、もう一つはその、うん、まあこの多分ファクトとかに関してもそうなんですけど、やっぱりこう内申とかをさある程度その、うん、取るのもすごくこう大変で、ただそれはやっぱりこう内申でこれぐらいのところまで取れて英語もこれぐらい取れてれば、まあ、最悪上智は多分いけるから、じゃあファクトもちょっとやろうとか、ただまあ学校推薦でやらなきゃいけないから基本的にこう併願とかってのはちょっと難しいかもしれないんですけど、うん、結構学校の方針によっちゃさ、なんかこう学校側が黙って複数受けさせる学校とかも最近あるからね、うん、なんか昔は結構その辺はきつかったんですけど、最近やっぱ日本の学校でもその一般入試で早慶とか上智とかマーチとか受けさせても結構その首都圏の学校定員絞ってるからかなりきついってことがみんな分かってきて、でそれの流れで結構割とこうそのなんて言うんだろう、複数校さ別に全然関係なく受けさせちゃう学校とかもあるから、そういう学校であればさ、まあ、ある程度保険がかかった状態でできたりするわけじゃないですか。ですね。うん、韓国学校多分かなり大胆に併願させたよね。なんかあれは何なんだろう、やっぱり合格実績は欲しいかなのかな、うん、まあ、挑戦したいやつは全部挑戦してみるみたいな、うん、まあ多分だから学校によっても結構違うと思うんだけど、そういう学校であれば、まあ、やり方としては全然ありなのかなっていうのは思ったりはしました、ね、だからちょっとそこら辺はまた考えてやってみていただければなと思うんですけど、ファクトに関しても相当こうチャレンジしてみる価値っていうのはあると思うので、ぜひやってみていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会では LINE で無料で受験相談ができますので、もしよろしければ概要欄に LINE のアドレスがありますので、ぜひですね気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと希望の方にはね、10日間無料で添削だったりとか相談だったりとか一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。